だいぶ違約が入っちゃうんですね、私。だからそれは日本人ってみんなそうなんだけど、いっぱい読んでる人は意訳しちゃって、だけど本当に正しい英語を理解してないんだよね。It's not just online. The prospect of a Trump victory is a subject of debate among Chinese elite too. これは？これはオンラインに限ったことではない。トランプが勝つ可能性は、中国のエリート層とのディベートの、主題であるっていうと、このそディベートに勝つことに、その今の言った通りでいいんだで、よ。勝つことの主題であるっていう勝つなと、んてないよ。勝つんじゃない、ディベートの主題であるという意図ですね。They fear his return to the White House would lead to an even hotter trade war with potentially vast economic costs. ゼイが、ここで言ってるゼイは、頭から訳した方がいいよ。この税は、どれ？エリート2の次の税が、彼らを恐れるんですけど、彼らと言っているのが、中国のネット民のことを言っている。どれ？Among Chinese elite、あ、China's elite か。China's elite 2の後ろのすぐ後ろのその一番右の、税は Chinese elite を言っている。そうだよ。Chinese elite 税は、彼の、帰還を恐れている。ホワイトハウスへの彼の帰還を恐れている。というか、こっちにしたね。違うよ、違う。いいか。They fear で切れて、His return to the White House would lead to an even です hotter ね。trade war. They fear で切れて、彼の帰還、ホワイトハウスの帰還は、が、あ、で、ぼ、あ、貿易戦争が、より熱い貿易戦争イーブンなので、さえだから、ポテンシャルバスペクトミック。イーブンはさらなる。さらに、バストなので、巨大な、経済コストの可能性がある、可能性がある、より熱い貿易戦争へと進む、へと導く、かもしれないですね。かもしれない。だからちょっと最初の主語が抜けてしまうので、彼らは、彼の帰還が、ホワイトハウスの帰還が、よりたくさんの、より巨大な、経済コストを伴う、より、熱い貿易戦争へと導くのではないかと、恐れている。But they also believe his contempt for alliances witness the latest
outbursts against NATO could yield huge propaganda gains and undermine the American-led security system in Asia, freeing China to act as it pleases on Taiwan and more. これちょっと長いな。コンテンプトっていうのは軽蔑。軽蔑するですね。屈辱感。アライアンスで協力って意味ですかね。アライアンスは同盟、同盟国。同盟、ミットネス、知恵。ミスタムじゃないな。チミットネスだから、アライアンスは同盟諸国。これNATOに対するアウトバースト、NATOに対する反して、アゲンスト、反した。アウトバーストは、はい、激怒。トランプのこと言ってんのね。はい、ああ、この間のあれですか。その NATO が、2%でしたっけ。2%の貿易、あ、じゃあ貿易じゃない、軍事費を負担しないところは応援しない、守らないと言ってた。怒り、最新の怒り、ウィットネスだから、ちょっと待ってください。ウィットネスがよくわかんないです。これ、見ろ、証人であるのだから、ここでは見ろ。見よ。ウィットネス、見よ。はい。なるほど。元の意味はさ、証人、はい、証言する。目撃するとか。目撃するなんですね。うん、でも、ここではね。はい。見てるんですか、ここ、証拠として見よ、参照しろ、証明してる、As witness A、ここではね、はい、だから NATO に対する最新の激怒を見よ、参照しろ。参照する。参照する過去なので、ここはあれですね、参照しろで、単純にその、ETC みたいな感じですね、これで。しかし彼らは、彼の、同盟諸国に対する、軽蔑を信じている、ビリーブの人、これ切れてますね、これ。うん、そう、ビリーブで切れて信じてます。何を信じているかというと、彼の同盟諸国への、軽蔑が、イールドだから、多分イールドは適用されるみたいな形の、生じるイールド、生じる、生じる、プロ、膨大な宣伝効果を得ることができる。イールドはね、生じる。はい。生じアンダーマインというのは、マインは、アンダーマインはね、徐々にダメにする。徐々に損なう、拒む。
アメリカンレッドはアメリカを牽引するですよね。え？牽引するという意味。うん、アメリカンが導いている安全保障システム、アジアにおける。それを徐々に蝕む。それが、中国の台湾に、プリーズイズので、プリーズあの、ここで思いのままにする動詞、思いのままに、台湾を思い、台湾を思いのまま、台湾とそれからそれ以上を思いのままとする悪、ように、働くと感じ、中国が、中国が自由に、台湾とそれ以上の、市場を思いのままにする、ように働く。ん？なんですけど、ちょっと最初から、ね、全部日本語にしないと、あれですね。いや、フリーイングチャイナからの後だけでいいよ。はい。チャイナを自由にすること、ですよね、これ。何か面白いことでも検索してみます。え、何これ。あ、いや、なんかあのシリが勝手に動いちゃう。あ、シリか。あなたのシリ。母のコンピューターで Mac なんです。で、フリーイングチャイナってどういう意味？チャイナを自由にすることを。そう、するで、これは多分、文章フリーイングが全部の文そこの、アンダーマインにかかってるはずだと思っていて、で、チャイナを自由、中国を自由にする、台湾とそれ以上を、自由にするように、台湾プリーズが、好きなよう、あ、好きなようにすいません、ちょっとなんかうまくいかないですね。意味はわかるんですけど、日本語にうまくできない。it はこの多分アンダーマイン、アンダーマインというか、it はチャイナ。あ、it チャイナですか。うん。中国が、and more ってどういう意味？アンドモアは多分台湾とそれ以上なので他のその地域のことを言ってるんだ。あ、違う、台湾を好きなようにする以上に行動して、アンドモアっていうのはプリーズと強調してる、うん、台湾を好きなようにする以上のことをさせて、うん、ああ、はい、台湾を好きなようにする以上のことを、させるように、チャイナというアクトだよね。チャイナが振る舞うですよね。ここ、あ、そうです、そうです。なんか2つその主語が来ちゃうので、なんか日本語にうまく言いやりづらくてですね。で、その中国を自由にする、中国に好きなようにさせる、
のように、あのフリーイングチャイナは、チャイナを自由にさせる、好きなようにさせる、でさせることが、これが、中国が、台湾を、好きなようにさせる以上のに働く。まあちょっと違うけど、まあいいや。次行こう。Some Chinese nationalists are cheering his successes and call him Comrade Chan Chengguo. Chan being a common rendering of Mr. Trump's surname and Chengguo meaning build a country. これはちょっと訳難しいな。上から訳していけばいいんだけど、中国の、ナショナリストなので、ナショナリストは何て訳せばいいかな、国家主義者、国家主義者の中には、応援している、中国、トランプの、成功を応援している。え、チアリングなので応援してるんですよね、これ。うん、讃える。讃えている。讃える。のトランプの、成功を、讃えている。そして、彼のことをコモラーデチュンジュン。コムラードってのは同志。チュンジョングの同志。チェンゴってあの漢字で建国って書くのね、はい、チュエンっていうのはどういう意味か中国ではちょっと分かんないけど、ここで書いてある通り、うん、建国の父と呼んでいる。ん、なんで、いや、あれ中国人が、のナショナリストがトランプのことを建国に父って言ってるんですかね。これはちょっとヒムが間違ってるのかな。いや、そんなことないよ。チェンっていうのはここに書いてるようにね、はい、チェンっていうのはトランプの名字のを示す通常の言葉であって、だからチェンってどういう漢字か分かんないけど、トランプの名字のことを言うんだよ、ここでは、はい、チェン、チェン語は建国、建国を意味する。チェンは、トランプの、名字を、名字を、表現 して、一般的に表現している。そしてジェンゴーは、建国の父を、意味している。うん。いいよ、サーネーム。サーネームは、名字ですよね。名字で合ってますよね。え？サーネームは名字の方で合ってますよね。合ってる、合ってる、名字。だから、チェーンというのは名字を示してるって言ってるんだけど、はい、なんでそうなのか、中国でチェーンってなんでトランプの名字なのか、俺よく分かんないけど。はい。It's a way of suggesting that Mr. Trump's excesses make China stronger. これは？それは、トランプの作、トランプ excesses なので、これは過剰に、うん、そう、トランプの過剰が中国を強くする。